九だら寺は、滋賀県東大見市九だら寺町にある、天台宗の寺院。三号は、釈迦山。本尊は十一面観論。会期は、聖徳大子とされる。今後臨時、西明寺と共に、古都三山の一つとして知られる。境内は、国の史跡に指定されている。神仏令場順配の道第143番札書。紅葉の名所である。琵琶湖の東。 鈴鹿山脈の西山腹に位置する。自伝によれば、水古天皇十四年、聖徳太子の建流という。聖徳太子は当時来朝していた、高麗の僧、めぐみ寺と共にこの地に至った時、山中に不思議な光を見た。その光のもとを訪ねていくと、それは、霊木の杉であった。太子はその杉を、根がついた立ち木のまま刻んで十一面間音像を作り、 像を囲むように銅を建てた。これが、くだら寺の始まりであるといい、くだらの龍雲寺に習って寺を建てたのでくだら寺と、合したという。くだら寺の資料上の書見は11世紀の漢字3年であり、聖徳太子創建との伝承が、どこまで史実を反映したものかは不明であるが、くだら寺という事語から見て、この寺はトライ系氏族の宇治寺として改装された、可能性が高い。 平安時代には、大見国の多くの寺院と同様、比叡山延暦寺の勢力下に入り、天台宗の寺院となり、古道の小平山や、天台別院とも称されるようになった。平安時代から中世にかけて、茶壇、東谷、西谷、南谷に千近い棒を持つなどかなりの規模を持った寺院だったようだが、明王7年の火災で本堂とその近辺が焼け、 その数年後の分岐三年、大密集後、六角高頼と守護大、岩定高との争いに巻き込まれてほとんど消失した。この2回の火災で創建以来の建物ばかりでなく、仏像、寺宝、記録類なども大かた焼けてしまった。それでも寺勢はやがて回復し、戦国時代に来日した宣教師のルイス・フロイスは、当時のことを地上の楽園とその書簡に書いている。 元気4年4月、織田信長に抵抗を続けていた六角上帝が、九太良寺の近くにあったナマズ工場に牢上した。その際、九太良寺は六角氏の味方をして、兵糧を運び入れ、また、六角軍の祭祀をかくまうなどをしたため同月11日に、信長による焼き討ちに遭い、またも全焼した。ただ、本尊の植木観音は、約八キロメートル離れた場所にある奥の院に、 避難させて無事であった。天正十二年、堀秀政によって、仮本堂が混流される。慶長七年には、治療百四十六国ごとを安堵され、ついで現奈三年には、将軍、徳川秀忠より、治療百国を安堵される。官営十一年に、天海大僧正の弟子助さんが入山して、達中の千獣坊の名を、危険院に変更し、当地は、 彦根藩の飛び地でもあったために、彦根藩からの支援も得て復興が行われ、慶安三年に本堂、二王門、赤門が完成した。よって、本堂をはじめ現在の建物はすべて近世以降の再建である。危険院は今とは別の場所にあったが、原文元年に消失し、翌原文二年に二王門下の作法に移転し、九百四十年に現在地に移転して、 本棒となっている。三道両側には、石垣でできた、総棒跡である百坊跡、二百坊跡、七百坊跡がある。なお、織田信長の焼き討ちを受ける前はこの寺院で、くだらソ村といわれる聖書を主造していたが、焼き討ちの被害によって廃止された。2017年には、くだらソ村の復活プロジェクトが成功し、444年ぶりにくだらソ村が、完成。 数量限定で販売された。また、坂山という産号は大変珍しく、くだら寺のみである。現在は紅葉の名所となっている。赤門くだら寺に大門に続く、石段本堂内部赤門を入り、山道を進むと、途中左側に本坊の危険院があり、そこから石段を登ったところに、二王門、さらに登ったところに本堂が立つ。大見鉄道バスと、 名神ハイウェイバス京都線は1時間に1便程度、東大見市ちょこっとバスは両路線とも1日3便のみの運行となっている。名神ハイウェイバス京都線は特急のみ停車し、超特急は停車しない。ありがとうございます。